っていこう。ウィンデルバレーでございます。第2ステージ、今度はカオスエメラルドを捕まえろということらしいですね。早速1個、ね、1個取れてない。あら、おい、カメレオン、カメレオン、赤い玉があったんだけど、赤い玉があったけど関係なし。どんどんいきます、どん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 いきます。ここでピョーンと、1個のためだけに、ちょっと向きが物足りない、一気役も取れてない。そしてこのハリケーン、台風、トルネードに巻き込まれて、おっとおっと、そうか、ほい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 、水上に行ってますな。もう台風突破、ここが落ちてる時に方向キーを押したから、ちょっとずれた感じが、ずれた感じですよね。多分ショートカットがある、うまいところで落ちれば、うまいところで落ちればショートカットがあると思うが、それは怖い、落ちたら死ぬ。なんでそれを失敗するんじゃ。おらー、え、こっちか、最初からカットした方がいいんじゃないかと今疑問になっている。カメラさん、ちょっとカメラさん、ちょっとしっかりして、ここだな、これがジャンプしたせいで途中落ちたのか。爽快感のかけらがあまり見られない、それか爽快感のかけらもないプレイングをしてないだろうか、不安になる、不安になってしまうな。なんかあるけどな、このこれでいいか、これでいいか、コースが分かんねえからな基本的に。よし、マップとかあったら見てみたいよ、すごいマップなんだろうな、そのマップ、地図をこう自分が今どこいるか分かるみたいな、マップ 3D だからさ、平面じゃないから、今自分がどこにいるかなんて全く分かんないんだろうな、それ見たとしたら。これ一応あのレバー押しっぱなしってわけじゃないです、一応それに向かってくるーっとは回してます、くるーっとは。なかったウィー、クリア。ちょっと時間かかっちゃったかな。3790点、初歩、It's okay.